やばいやばい、なんか止まって止まって言うて止まって言うて長井くん言って、うん、キャートキャート、今のとこ抜けれんのか、そこファミマやんな、あのもうちょい行ったら、あれこれがファミマやったっけな、ここ入ったらみなくち、みなくちです。おお、今日はあれやね、走ってるとちょうど気持ちいいね。しかしお腹が減ってきた。あるな、ちょっと食べたらすぐいっぱいになってしまうっていうのが、うん、そうそう、なんかそんなに食べる気ないけど、えらい食えんな今日みたいな感じでまあでもどんな状態であると食べきってもらうけどもう天敵のチーズさえ抜いてもらえれば翔さんやったら全部食べれるよ。全部全部食べたら帰りにカレーご馳走するからちょっといつもと違った目線で皆さんにお届けします。こんな風に映ってるのか全く見えへんけど、前を走ってるのは ABO モトプロが海老雄さん、海老雄さんもえらい乗り換えやね、これよう考えたら、セローから、うん、GSX-S1000F、 うん、止まって止まって止まって、多分あのスータンさんがまた止まったのかも。
待ってね、まだ見えへん。あー、オッケーオッケーオッケー、うん、オッケー。どっかで曲がってるはずやねんけどな。あれが1号線のはずやねんけどな、右に見えたんが。うん、まあでも合流できると思う、このまま行っても。ナビは開けてへんし分からへんけど、感覚で言うと多分曲がらなあかんねんと、曲がったところで止まってるはずやし。右側にいいひん直江くん。うん、行こう。いや、分かるけど、右側でな、どこにいるのかもう一つ分かってへん。もう俺は繋がんで、あの翔さんと直江君は切れてるし、もう右出ちゃおう。これ1号線から離れていくの。じゃあ俺の方ごめん、まだ右へんねんか。右出てほしいな、1号線電灯。俺も分からへん、さすがに。どここれ、いい猫。おお、どここれ。左、うん、左やな。うん、コナンさんがナビ設定してるし。直江くん、そこな、右コンビニやし入って、あの信号変わってから。うん、あ、大丈夫やって、もう信号左で。ああ、わかったわかった、もうどこにいんのか。うん、右から来るか左が行っちゃってるか。うん、ええよ。うん、もうちょいで右側にあるし、 JB カフェ。おお、赤いとこやね。もうこっちから入れるはずやし、確か。じゃあ到着でーす。開いてるのかな。あ、めっちゃいい匂いしてる、ハンバーガーの。うん、さすがにみんなを止めれへんやろし。しゃあ、じゃあハンバーガー行ってきまーす。何したの？美味しい。10名。はい。じゃあ女の子を着てます。少々お待ちください。待ちましょう。暑いよ。はい。中国は一人でやってまして、はい、だからあの
厳しいっていうのは、お時間もかかりますし、はい、今日3時閉店ですので。マジっすか。なるほど。今度は僕らはいいんですけど、待ちますんで。